霞ヶ浦は、茨城県南東部に広がる、琵琶湖に次いで、日本で2番目に大きい湖、故障水質保全特別措置法指定故障、霞ヶ浦と表記することもある。西の浦、北浦、外那坂浦、北利根川、ワニ川、日立川の各水域の総体であり、一部水域は、千葉県北東部にもまたがる。河川法ではこの範囲を、 日立と根川というと根川の視線としている。国土地理院発行の標準地名集では、毛を用いており、地名としては、霞ヶ浦が正式表記である。国が毛を、茨城県が毛を用いる傾向にある。霞ヶ浦、北浦という表現のように事実上西の浦のみを指して使われる場合も多く、定義が混在している。霞ヶ浦は古代に流界か、 波逆の海と呼ばれ、中世に入って、霞の裏と歌に読まれていたが、鹿島灘の外の海に対して、内の海とも言われた。霞ヶ浦と呼ばれるようになったのは、江戸時代になってからのことである。日立国風土器の行方群の城にある霞の里に由来すると言われる。大足彦が突き従う進化に、海には、すなわち青い波が漂っており、陸には、これまた、 赤色の霞がたなびいている。国がその中にあると私の目には見える。といったことは語源の一つだとされるが、明確にいつ、誰が名付けたかに関しては不明である。霞ヶ浦と、各水域稲敷市境等から望む霞ヶ浦と、筑波沢にいた子鹿島漁師境の鹿島線列車内から望む北浦湖、面積220.0平方キロメートルは、日本大2位、茨城県最大。 主な水域別の面積は次の通り。なお、平野部に位置するため、流域面積は2156.7平方キロメートルと広く、茨城県の面積の約3.5%を占める。水際線延長は249.5キロメートルで、これは日本最大面積の湖である、琵琶湖の水際線延長を超える。平均水深は約4メートル。 最大水深は約7メートル。年間流下量は約14億立方メートル。貯流量は約8.5億立方メートル。主な流入河川は桜川、小伊勢川、共江川、小野川など。太平洋岸気候区にあるため、梅雨期と台風による降水が多く、冬は晴天が多く降水量が少ない。特に周辺では冬に。 筑波おろしと呼ばれる強い北西の季節風が吹く。流域の年間平均降水量は約1300ミ、mm、リメートルで、全国平均に比べると少なめである。北には日沼があり、南には利根川が流れ、北西には闇溝山地の南端にあたる筑波山を要している。周辺は大地と低地が入り組んだ場所が多く、筑波山は周辺の最高点であるため、 板タコなど、比較的遠く離れた場所でもよく望むことができる。西の裏と北裏の間の大部分は、海抜30メートル程度の行方大地となっており、広大な農業地帯である。もともとは、裏という名前が示すように海の入り江に由来し、サスや河川堆積物によって、出口を閉ざされたラグーンである。そのため、時期や場所によって、塩分濃度に違いはあるものの、 かつての湖水は塩分が混じる汽水であった。特に1950年代から1960年代には下流の河川改修の影響で海水が遡上し、近年では最も汽水化が進んだ時期だった。当時を知る人々にとって汽水湖という印象が強いのはそのためである。しかし、1963年に治水と塩害防止を目的にして竣工した。 北地川水門を利用することで淡水化が進行した。そのため、現在はほぼ淡水湖と変わらない状況にある。面積約172平方キロメートル、海抜高度0.2メートル、最大水深7メートル、競技の霞ヶ浦である。土浦方面に伸びる水域を、土浦入り、石岡方面に伸びる水域を、高浜入り、この両者が交わる出島沖の広い水域を、 三砂沖と呼ぶ。他に、江戸崎入り、寒源入、大仙入りなどがあったが、昭和期の干拓事業により消滅した。羽賀沼、野田が、西野巣、本心、ヤギなどの干拓も行われ、湖水域は減少した。稲敷州浮島の和田の岬、稲敷郡三保村の稲荷の花、稲敷市小渡りの道崎の花は、霞ヶ浦に伸びてできたサシである。 面積約36平方キロメートル、海抜高度0メートル、最大水深7メートル。伊多市の水原素廃先、鹿島市のつまぎの花は、北浦に伸びでできたサシである。面積約6平方キロメートル、最大水深9メートル。那坂浦を1893年に堤防で南北に仕切り、南が外那坂浦。現在の霞ヶ浦で主に漁獲されるのは、 ワカサギシラウオ、コイフナウナギアユ、ボラ、レンギョ、イサザアミなど、エビイサザアミ、ゴロコイなどの量が多く、またワカサギやシラウオなどは、付加価値が大きいため、重要な魚種となっている。少量ではあるが、タナゴアカ、クルメサヨリウグイドジョウ、スズキヒガイソウギョブラックバス、アメリカナマズペヘレイなども漁獲されている。ただ、特に、 ブラックバスやペヘレーなどの魚種は現在のところほとんど商品価値がなくあまり利用されていない。また、アユは最近になって漁獲されるようになっている。水揚げされたアメリカナマズ、ブルーギル、ブラックバス、白蓮などを用い管理された原料、環境で魚粉が製造され、養鶏飼料から始まり魚類の養殖飼料や有機肥料として利用されて、 地地産地商品としてて有効利用されている。全般的に漁獲量は1978年の漁獲量をピークにして減少傾向が続いていて1998年には2000トン台に突入2000年の漁獲量は2416トンであった魚種別に見ても減少傾向は変わらず例えばワカサギは1980年代には1000トンを超えることもあったが 90年代初頭には400から500トン前後となり、2000年の漁獲は51トンでしかない。白尾も一時300トン前後と回復傾向にあったが98年頃から100トン前後になり、2000年の漁獲量は95トンだった。また、漁獲量の約半分を占めるエビやミ類についても減少傾向にある。漁業種別漁獲量を見ると、ワカサギ、 白魚引き毛が36.6%、イサザ、ゴロ引き毛が32.0%、低地毛が16.3%、かかり毛が13.6%となっている。低地毛は長毛とも言われ、小岸沿いからもかなりな数を見ることができる。生産額は2000年の総額が8億6100万円で、その内訳は、エビが半分以上の4億6600万円。 シラウオが1億600万円、ハゼが5500万円、コイが5000万円、ワカサギが4200万円となっており、シラウオやワカサギが漁獲量に比べ生産額が高い。養殖漁業においては、特にコイの養殖が有名で、かつては全国一の生産量を誇っており、サクなどの他のコイ産地にも出荷していた。しかし、2003年のコイヘルペスウイルスの流行により、 壊滅的打撃を受け、翌年には全業者が廃業した。2009年4月に養殖自粛要請が解除され、養殖が再開されることとなった。このほか、浮島付近や江戸崎などでは、淡水真珠の養殖も行われている。2000年の淡水真珠の浜揚げ量は 135kg で、これは全国のうちの約75%になる。なお、 生産額は7億100万円だった。そして、霞ヶ浦の魚介類は、煮干し、甘露煮、佃煮、焼き物などに加工されている。煮干しは、古くから、保存食として定着していたが、佃煮は明治以降に普及したものである。煮干しになる、主なものは、ワカサギシラウイサザーミエビで、佃煮は、ワカサギハーゼイサザーミフナ、焼き物は、フナワカサギなどである。 焼き若かさぎなどは独特の風味であるということで、霞ヶ浦の特産品として特に珍重された。しかし、近年は漁獲量の減少とともに、霞ヶ浦産の原料の確保が難しくなっている。また、行方市商工会は、ナマズや鯉を使った行方バーガーというご当地グルメで町おこしをしている。なお、霞ヶ浦の範囲には、独立した海区が設定されており、 漁業法上、内水面ではなく、海と同じ扱いを受けるほか、独自の海区漁業調整委員会と、漁業調整規則を持っている。近年、日立川水門を部分的に開門するなどの措置を行うことにより、近隣水域の湖水が寄水と各半、浄化され、シジミやスズキなど、日本固有種でかつ、漁業価値の高い生息魚介類の豊かの可能性が、考えられている。 これはすなわち、関連漁業資源の回復を意味するものである。状況的には、静岡県浜名湖のように、漁業、有漁業がかなり活性化される可能性を秘めている。霞ヶ浦も以前は、寄水湖だったので原点回帰策とも言える。寄水化されれば、戦術のブラックバスや、アメリカナマズなどの迷惑外来種も住めなくなり、代わって、鈴木やクロダイ、 うなぎなどの付加価値の高い漁種に入れ替わる。霞ヶ浦は、上水道や農業用水、工業用水の水源として使われている。水利券は、茨城県、千葉県、東京都に及び、合計で毎秒42.92立方メートルとなっている。しかし、その水質は、COD や総窒素、草林などの科学的指標によると良好とは言えない状況が続いている。 また、骨水は茶色がかり、透明度も著しく低い状態となっており、場所によっては浮遊物が打ち上げられている場所も少なく、なく、心象は決して正常とは言えない。1978年に JRA によって開設された、ミホトレーニングセンターでの飲料用にも使用されているが、他の競馬場や、 トレーニングセンターとの比較で水が悪いと言われ競争場に水を飲ませるのに苦労するケースがこれまでも多々見られている。1970年代からカキを中心に青子の大発生、水道水の異臭、しじみ、養殖ご意の大量死などが顕著に発生するようになり、1979年には COD 年間平均が過去最悪の 11.3mgL に至る。 これに対し、石鹸運動などの市民運動が行われたり、1981年に不栄養化防止条例が交付されたりするものの、この時期の強烈なイメージから、汚れた湖、死の湖というイメージが定着するようになってしまう。1990年代半ば以降、かつてのような青子の大発生は観測されていない。しかし、それは、 水質が改善されてきたというよりも発生する植物プランクトンが変化した結果と考えられている。こうした霞ヶ浦の水質汚濁の特徴としては流域が平地で面積も広く水深が浅いのでそもそも自然的に不栄養化が進行する上に流域での生産や生活活動の増大によって人為的な不栄養化が重なっている点。 平均水深が4メートルと浅いために停電が舞い上がりやすい点。下記の無酸素状態による窒素、ンの停電からの溶出。流入河川の総窒素、総ンの濃度が高い点。湖岩色生態や流域の森林、水路の変化などによって、いわゆる自然浄化力が低下している点などが挙げられている。おだく要因を見てみると、外部要因では、 生活排水よりも山林、電波田、道路などからの流出による面源系のものが多い。具体的には流域で約40万棟に及ぶ養豚、沿岸地帯に広がる約1700ヘクタールのハスダによるものが特徴的とされている。内部の要因としては、停電からの溶出などがあり、COD やリンで全体の負荷の半分近く。 窒素で3割を占めるという。こうした状況の中で、霞ヶ浦では主に、霞ヶ浦を管理する国土交通省によって、水質浄化対策が行われてきた。その筆頭に挙げられるのは、停電の春節事業である。これは1975年度より、西の浦の土浦入りと高浜入りで行われ、1992年度からは、その規模が大きくなって、 一年間に50億円以上の予算を使い、約50万立方メートルを春節しているとされている。この計画の合計春節量は800万立方メートルで、これは固定にある前提での1、5ほどに相当し、1975年から2000年度までの間に534万立方メートルが春節されている。春節は、 窒素やリンを溶出させる停電を除去しようというもので、比較的リンなどを多く含む表面から3 0トルの停電を対象にしている。国土交通省の説明によると春節を行うことによって溶出の速度が1、4になり、負荷を減少させることができるとされている。しかし、春節をしても新たな堆積物が積もるため、10年後には、 再び5から7センチメートルの停電表面が新たに形成されてしまう。そのため、広大な霞ヶ浦では小田く後の水質浄化処理をしたとしても、小田く原因も合わせて改善させない限りその効果は限定的であるという指摘もある。茨城県では霞ヶ浦流域の住民を対象にした下水道に接続する工事や浄化槽を設置する際の工事の助成を行っている。 一方で日立川水門を部分的に開門し、寄水との各拌で水質を浄化する試みも模索し始められている。この際、離水に必要な取水口の位置と寄水拡大範囲の関係確認などが必要であるが、現在考えられうる最も現実的な湖水浄化の手段である。保衛線霞ヶ浦は釣りやヨット、水上オートバイなどのレジャーに利用されているほか、湖上には遊覧船、 観光防衛船が運行されている。日本百景に選定されており、高度成長期以前は独特の水橋景観を特徴とした観光地でもあった。霞ヶ浦周辺は筑波山海を除くと、ほとんどが大地と低地で構成される平地であるため、古くから農耕地などの開発が進み、それによって追いやられてしまったとされる生物も多い。しかし、 その反面くぬぎやこなら、赤松などを主体とする虹林を中心に、農地や小川、湧水、ため池、そして住居など、生活空間を含めた里山のような環境で生きる生き物たちを豊かに育んできた。また、入り江から木水湖、そして淡水湖と姿を変えてきた遠浅で広い、海や床である霞ヶ浦の存在もその周辺に住む生き物を特徴づける要因となっている。 霞ヶ浦のように勾配が緩やかな浅い水域のある湖では陸から水面へと向かう水辺に環境条件の勾配があり、それに高応するように中水植物、不要植物、沈水植物などの多様な植生体が発達していた。こうした水生植物の群落は動物にとっても産卵場所、生息場所となり、霞ヶ浦の周辺を特徴づける重要な要素と、 なっている。一方、人間もこれらの水生植物を利用してきた。しかし、不栄養化が進行し透明度が悪くなると、沈水植物は光合成ができなくなり生育できなくなる。また、湖岸をコンクリート湖岸にしたことで、物理的に植生体が失われ、また、時に堤防を超えるような激しい風浪による潜屈と侵食が発生するようになった。このか。 水資源開発による水槽車などによって霞ヶ浦の植生体は大きく失われているのように一部でも比較的吉原が残っている場所は鳥類を筆頭に生き物の貴重な住処となっていることで有名でありこうした植物群落が生き物にとって重要な存在であることがわかるその他植物プランクトンも霞ヶ浦にとって重大な影響を与える 青子のような植物プランクトンの大発生はその後の意外の分解によって、湖水の酸欠をもたらし、生物の大量死を招くほか、植物プランクトンの種類や発生状況は、動物プランクトンやそれを食べる甲殻類、魚類などの動向をも決定づけている。鳥類を特徴づける大きな要素として、霞ヶ浦自体が長い湖岸延長により多くの水辺を提供し、 ヨシワラなどの古岩植生態が発達していることが挙げられる。サギガンカもクイナシキチドリなどの多くの鳥類がそれぞれ生息したり、渡りの途中に飛来したり、繁殖したりしている。現在の古岩ではヨシワラなどがだいぶ失われてしまってはいるが、それでも夏になると、大ヨシキリがさえずり、ツバメなどのネグライリが見ることができる。そしてミオキの花のように、 広い吉原が残っているところでは、酸化の語彙などの貴重な詐欺類や、大石化などの他に、あまり繁殖地がない鳥や中皮といった、猛禽類などの数少ない生息地になっている。また、大皮主食の飛来する江戸先は、関東地方に残された岩の定期飛来地として、貴重な存在と言える。もともと霞ヶ浦は、遠浅で、プランクトンが増えやすく、海との交流もあり、 生育環境や糧となる、湖岩食生態が発達していたことなどから、生産性が高く魚類や、甲殻類の豊富な湖であった。こうした背景から、ワカサギやシラウオ、コイなどの魚が名産品としてもてはやされ、人間の暮らしや文化に深く結びついてきた。しかし、著しく水質が汚染され、そして近年は、外来種が侵入したことにより、ワカサギやシラウオ、 ハゼ類や、テナガエビなどの漁獲は近年総じて尻りすぼみになっている。かつては普通に見られ、食卓も賑わしていたはずの金ナが姿を消すのではないかと懸念されている。また、スズキやウナギのように海との交流の産物だった魚も、往年の面影はなく、現状は、決して良好とは言えない。タナゴ類は、産卵母貝となる二枚貝類の減少などにより、タナゴ、 赤ひれ扉、槍ナゴはいずれも現象が、著しく、かつて多産した、ゼニタナゴは、ついに本水系では絶滅したものと考えられている。霞ヶ浦の淡水魚類賞の風物詩でもある、タナゴ類は、今や外来種である、大陸バラタ棚子、大ナゴに石鹸された感が強い。特に2000年頃から、姿が目立ち始めた大ナゴは近年、タナゴ類の優先種とも言える状況にまで、 異常繁殖し、北浦、西の浦の全水域で定着している。琵琶湖からの国内移入種と思われる、金平は近年減少傾向である。霞ヶ浦周辺は、ため池や水田などの水辺が豊富にあったために、かつては無数のトンボが空を埋め尽くしていたという。この他にも、周辺の水辺は、ゲンゴロウや、松も虫といった。 水生昆虫が多く生息していたと考えられている。現在では、こうした昆虫類はだいぶ数を減らしているが、小野川周辺の吉原や、妙木の花、板越の水郷トンボ公園などでは、トンボや小型の水生昆虫がまだ多く生息している。江戸時代の初期頃までは、海産の貝類が生息していたと言われる。しかし、その後の淡水化の流れによって、 海類も淡水産のものへと移行してきた。1963年の日立川水門の竣工は、淡水化を決定的にしたために、翡水産の山戸しじみは重要な漁獲種でもあったが、姿を消している。また、周辺の水田には、大谷市、姫谷市、丸谷市などが生息。比較的汚れた水域には、モノアラガイや、酒巻貝、綺麗な流入河川には、 川にななどが生息している。マしジミなどは貴重な自然の恵みとして、用水路などでも採取されていた。現在の霞ヶ浦では、短海と呼ばれる、カラスガイや池蝶ガイなどの二枚貝類は、減少が著しく、所長査によっても生息が極めて希薄となった地点も、多い。石ガイ、松笠ガイなど、石ガイ類が、過労うじて流入河川や水同士の良い場所を中心に、 見られる程度である。原因は不栄養化によって生息するプランクトンが変化し、貝類の餌がなくなってしまったことや微生物による大量の有機物の分解によって酸素が消費され、固定付近が酸欠になったことなどが考えられている。しじみについては、マしジミに代わり、台湾しじみとおぼしきもの、中国産のしじみに酷似した淡水しじみなどが増加している。また、 一部では、通称、ジャンボタニシと言われるスクミリンゴ貝が発見されている。カトリ神宮拝殿、カシマ神宮拝殿、徳川家康約12万年前の、下末吉海神と呼ばれた時代、霞ヶ浦の周辺は、関東平野の多くと同じく古東京湾の海底であり、7万2000年前頃の最終表記の始まりとともに徐々に陸地化したと考えられている。 三万年前まで絹川が現在の桜川の河道を流れ、その幅広い谷が西の浦の主要部を形作った。二万年前には陸地下と共にできた川筋によって、現在の霞ヶ浦の地形の基礎が形作られた。一万数千年前の縄文海進では、定地が小絹湾と呼ばれる海の入り江となったとされる。現在霞ヶ浦周辺で多く見られる海塚川、 この時期に形成されたと考えられている。4世紀から7世紀にかけて、霞ヶ浦周辺でも古墳が築造されるようになり、当時の山王権と手を結ぶような勢力を持つ豪族が現れるようになる。720年代に書かれたという、日立国風土記によれば、霞ヶ浦は塩を生産したり、多くの海水魚が生息するような内海であった。 現在、霞ヶ浦湖畔の浮島村は、当時は島であり周囲は海水であった。その後、絹川や湖海川による堆積の影響から、海からの海水の流入が妨げられるようになり、奇水湖となっていったと考えられている。平安時代末期から室町時代にかけての香取神宮文書や鹿島神宮文書には、海夫と呼ばれた人々が記されている。海夫は、 震災物を治める代替として、漁業や水分などの特権が認められていた。一方、中世には、日立大城氏が、日立国府の大城職を接種職名を名字として、勢力を拡大していき、戦国時代まで、各文家が、霞ヶ浦周辺を、勢力下に置いている。その後、北方の佐竹氏が勢力を軟化させ、1591年に、 佐竹義信が、霞ヶ浦周辺の地元領主を一斉に誘殺し、佐竹氏が周辺域を掌握している。江戸時代に入り、利根川当選事業と呼ばれる一連の事業によって、利根川の水は霞ヶ浦方面にも流れ出すことになった。このことで、利根川を遡り、江戸川を経由して、江戸に至るという関東の水運の大動脈が、開通する。 霞ヶ浦周辺の産物を江戸へと送る流通幹線となり、霞ヶ浦や利根川は東北地方からの物産を運ぶルートにもなっていたため、菓子と呼ばれる港は大いに繁栄した。一方、霞ヶ浦や利根川沿いの低出地の開発は近世に入ってからと言われる。利根川当選事業とともに絹川や古海、川下流域、新利根川の開削とその周辺の新田開発などが、 大規模に行われるようになっている。しかし、1783年の浅間山の大噴火が一つの天気をもたらす。この噴火は、利根川の川床を体積によって急激に上昇させ、利根川の水害を激化することにもつながった。これに対し、幕府は川の拡幅などによって、調子方面へ流れる水の量を増やす工事を行う。 これが結果としてトネ川の霞ヶ浦を含むトネ、ね、川下流域に洪水を追いやり、水害を深刻化する原因となる。また、堆積のほか、当時は商標期とも呼ばれる、冷涼な時代で、海水面が低下していたことも一層の淡水化を促すものだった。これらの結果、生息する魚介類も、海水から、気水、淡水に生息するものへと変化し、 漁業も現在のものに近い若騒や、恋船などを対象とするものが定着していったと考えられている。足尾鉱毒事件解決に奔走した田中正造チェッペリン白豪明治時代まで、利根川の主流は確定していなかった。しかし、足尾鉱毒事件の発生によって、霞ヶ浦や長州方面を利根川主流とする方針が明確になる。この方針は結果として、 霞ヶ浦の治水対策を強化していく事情につながる。しかし、1938年6月に昭和13年の洪水といわれる霞ヶ浦の近代治水史上最大の大洪水が発生する。さらに1941年には昭和16年の洪水といわれ大規模な洪水が再び発生する。これらの二度にわたる大洪水は百三十九年に寄港された。 利根川造補計画の教訓となり、後の治水事業にも引き継がれていく。明治に入ると、利根川水系に蒸気船が就航し、霞ヶ浦にも間もなく航路が開設されるようになる。当時は、長子経由で東京に船で行くルートなどがあったが、常磐線や総武本線などの鉄道が開通すると、長距離航路は急速に減水していき、水分は 霞ヶ浦ととね川下流域を結ぶ、単、中距離航路へと性格を変えていった。また、漁業では、有名な、保引漁が考案され、流星を極めた。農業においては、観宅事業が推進され、1920年代マイナス1930年代を中心に、多くの観宅事業が寄稿されている。一方、1916年には、 現在の茨城県土浦市及び網町の湖畔一帯に大日本帝国海軍の航空施設が建設される。規模は次第に拡張され、霞ヶ浦航空隊が設置された。1929年8月19日には、当時世界最大の飛行船だったドイツのツェッペリン白号が世界一周中に霞ヶ浦航空隊に寄港。この時は見物客が押し寄せ、 監修は30万人に及んだ。また、1931年8月には、大西洋単独無着陸飛行を初めて成し遂げた、チャールズ・リンドバーグ夫妻が、北、太平洋航路調査のため来日。26日に、霞ヶ浦を訪れた。日立川水門鹿島臨海工業地帯戦前期の、洪水の教訓から1948年から、春節工事が着手される。 工事着手後にも1950年8月8日には、利根川の増水の影響で、北浦沿岸の保田町で550戸、板古町で66戸が浸水被害を受けている。対策工事の進展によって海水が遡上しやすくなると、昭和33年沿岸など霞ヶ浦の周辺域では、農作物被害などの沿岸が顕著に発生するように、 なり、日立川水門の建設を強く促進した。日立川水門は当初から寄水性の大和しじみが生息できなくなることなどから特に漁民の強い反対を招いてきたが、水門の完成によって霞ヶ浦の淡水化は決定的になった。一方、当時の日本は高度経済成長の最中にあり、それに伴う霞ヶ浦への離水上の要請は 霞ヶ浦開発事業へと発展することとなる。霞ヶ浦開発事業は、広域地域開発と首都圏の長期的な水需要のための利水と治水の目的で行われ、1968年に建設省によって着工され、1971年に水資源開発公団が事業を継承。以来25年の歳月をかけて1996年に総事業費、 約2864億円で完成した。これら一連の開発事業は、鹿島臨海工業地帯の開発や、筑波県旧学園都市などの開発事業や、首都圏、都市域の拡大と人口増加を背景にした水資源開発の要請と連動しつつ行われてきた。戦後、市民生活が落ち着いてくると水運は単なる住民の移動手段から、 水泳や水橋などの観光航路としての性格を持つようになる。しかし、1960年代から霞ヶ浦の水質汚濁が進むことで水泳場が閉鎖されていき、さらに自動車、道路の普及に伴って水運は衰退し、今では消滅している。これらの中距離航路の他に、霞ヶ浦の各地では、都線が存在し、人々の足を担ってきた。また、 道路などが未整備だった時代には、霞ヶ浦の周辺では、個人が船を所有し、物や人を運ぶのに欠かせない存在であった。特に、香取市の北部にある十六島と呼ばれる地域においては、県庁で、マヤやイコと呼ばれる細かい水路が、縦横無尽に入り組み、水橋と呼ばれる独特の景観を形作っていた。漁業では、1960年頃までは、 豊かな淡水性の魚介類は元より、鈴木などの汽水域に生息する魚もよく漁獲されて、いたが、これ以降、霞ヶ浦の漁業は大きく変化していく。まず、日立川水門が設置されたことによって、霞ヶ浦は、海とのつながりを遮断され、淡水化への道を歩むことになる。その結果、鈴木などの寄水魚やウナギなどの生活史の中で海から、遡上する魚が減少し、 それらの漁獲も減っていく。また、1960年代後半にはそれまでの保引量に代わり、効率の良いトロール漁業への転換が進むが、これが逆に資源の枯渇を招き漁獲量は減少していくことになる。また、淡水性の貝類も1970年前後に漁獲が激減。1975年には、寄水でしか生息できない。 大和しじみの漁業権の保障がなされた。この頃は、経済成長が進むのと時を、同じくして、霞ヶ浦の不栄養化が進行し、青子の発生や養殖鯉の大量死などが発生するようになってくる時期である。1990年代後半には漁獲総計が70年代の1、5程度にまで減少するに至った。なお、戦前期から霞ヶ浦は、観拓が進んできたが、 最後の干拓地であった高浜入り干拓は、米の余剰や自然保護、地元漁民などの強い反対運動に遭い、漁業権の保証金が支払われたまま1978年に事実上の中止が決定している。1987年には西の浦に初の橋となる霞ヶ浦大橋が開通した。開通後はしばらく有料道路であったが、2005年11月に、 無料開放された。2009年現在も唯一の橋である。なお、北浦には、河口大橋、北浦大橋、神宮橋、新神宮橋と東日本旅客鉄道鹿島線の、橋梁の5本がかかっている。地方港湾として、土浦港、板湖港などが存在している。湖は広大であるため、湖岸線に到達する方法は、無数にある。 公共交通機関を使う場合、常磐線や鹿島線、大洗鹿島線などがその起点となる。霞ヶ浦、西の浦霞ヶ浦、北浦。ありがとうございます。